まあ、先ほどもお話出ておりましたけど、社員の幸福、それがどうなるんだろうか。まず社長が幸福でハッピーになることを、そしてそのハッピーの波動が社員に行って、社員がお客様に、あるいは仕入れ先様にという、そこから広げていった地域社会、そして社会というように広がっていた幸福、そういう幸福の総和というのが非常に注目されてきております。きっかけはブータンの王様が来ました。日本は GDP ないって言ってるけど、私の国は貧乏かもしれないけど国民総幸福度ですね、国民総幸福度、国民総生産じゃないよ。で、私もまあ社員の中の全部が売り上げ上げた総売上高でなくて、それと同時にもっと社員の総幸福度というのはどうなのかということを考えていっていただく時代に入ってきているんではないかというふうに思います。皆さんに合わせて言います。美徳の経営の時代ということをおっしゃっておりました。美っていう字、徳という字が出てまいりまして、まあ、この中でですね、崇高なるコモングッドという、コモングッドとは誰にとっても良いと言われるもの、つまり万民に開かれた普遍的な善のことである。万民に開かれた普遍的な善だ。でその下の方にですね、個人の正義感というのはしばしばその個人にとって正義であっても、そのまま社会の正義基準とはなり得ないってこう言ってるわけですね。置き換えると、その一社にとって正義であって、いいことであっても、必ずしもその社会全体だとか、あるいは地球全体にとってそれが正義であるかどうかがいかがなものなんだろうか、こう言ってるわけですね。まあ、もう一つには、コモングッドが普遍的な善であると、よく生きることへの促しであるとこう書いてあるんですね。コモングッドは人の善よりも優先されるという意味で公益である。まあ、人の善よりも優先されるという、まあ、翻訳の仕方ですけども、そういう意味でその公的なものという、そういうものというものに非常に公的なものを考えながら、その企業は我が社にとって、あるいは全体にとってグッドとは何だろうかということを考えていく時代に入ってきているんではないかなというように思います。次に申し上げたいのは、私は私実家が長野県でありまして、うちの家内が長野市内から来ておりまして、たまたま親戚のおばさんが今入院したんで、お前に病院に行かなくていいのかって言ったら、いやもうすぐね、頑張って今リハビリしてて、それで元気になって退院の時は中央タクシーさんの運転手さんに迎えに来てもらうんだってこう言ってるって言うんですね。そしてリハビリ会の中央タクシーの運転手の丸々さん、名前忘れましたけど丸々さんに通ってもらうんだって、そのことをですよ、夢にって言いましょう、そのことを張り合いにして今リハビリに励んでるって言うんですよ。すごいですよね。孫と遊ぶのを夢にしてって言うんだら分かるんですが、中央タクシーさんの運転手さんと一緒に通院するんだって、それを夢にしてる。で、まあ、そのことは何が申し上げたいかというと、まあこちらに今お見えになっている社長の思いというのが末端の社員まで伝わって、その頭に入る、胸に入る、腹に落ちるだけでなくて、行為行動となってそういうことをやってらっしゃるんです、その運転手さんは。じゃあそういうことを他のタクシー会社が真似しても絶対真似できないですよね。なぜか、それは一人一人の運転手さんの心に、魂にですね、そういうホスピタリティというか思いやりの心を持ってやろうという心が宿らない限りですね、パンフレットだけ同じようなのを吸ってばらまいたところで1回ぐらいは乗ってくれるけど、なんか感じ悪いし、ブスッとしてるしね、乱暴な運転をするしって、こういうことになります。つまりここにありますように、トップと同じような理念、考え方を持って思いの実現に全社員が取り組んでいる。逆に言いますと、お客様と共に価値を作り上げていく、